バルシテンの組合員の皆様、こんにちは。こんにちは。バルシテンの皆様、組合員の皆様、こんにちは。こんにちは。私は静岡の清水にみかんを作っているヤギであります。息子の新一です。この後ろに見えるのがうちのみかん畑です。今ここに持ってるみかんは極早生で、出荷はもう10月の中旬頃出荷する予定でいます。今年はてってって味はいつも以上に甘いと思っていますが、玉はちょっと雨のが少ないもんで、今年はちょっと小ぶりになるかも分かりません。じゃあちょっと味をちょっと見てみますので。甘いです。1年間収穫手をかけて作ったっていう、やっぱ喜びだよね。やっぱ人間っていうのはそれで努力してるからね、そうやってみかんが大きくなって収穫できるっていう、その喜びですね。やっぱあれですね、皆様に食べていただいて、少し食べた時に甘いって言っていただけるのがやっぱ一番嬉しいです。まあちょっとね、見ていただけると分かるんですけど、ちょっと太ってるので木に乗るのも大変になってきてるんじゃないかと思うんで、ちょっと減量の方をしていただければ助かります。今年も安全で安心して食べられるみかんをお届けしますので、またよろしくお願いします。バルシテンの皆さん、組合員の皆様、こんにちは。今年も、ちょっと、バルシテンの皆様、組合員の、いいです。